ジョゼフイコールジャンイコール、ピエール・ロラン、ジョゼフイコールジャンイコール、ピエール・ロラン、ヨゼフジーン、ピエール・ローラン、から1900年は、1858年に、小惑星ネマウサを発見した、フランスのアマチュア天文家である。ロランは小惑星を一度しか発見したことはなかったが、ネマウサの発見の功績により、フランス科学アカデミーより、ラランド賞が与えられた。 ドランについては多くを知られておらず、ファーストネームも長らくイニシャルしか伝えられていなかった。おそらくは1853年に写真術の先駆者のもとで科学助手を務めていた人物と同一人物でる。ドランがネマウサの他に小惑星を発見することはなく、彼について知られていることは多くない。天文学者、エドアル・ステファンはドランのことを とても有能な若者だと評している。また、マルセイユ学派の結出した一員アマチュア天文学者任務保障局の検査官であるという記載もある。ネマウサの発見がなされた施設天文台はかつて天文学者が使っていた家屋に設置されたもので、ファルツが1836年にマルセイユ天文台の所長に新しく就任するのに伴い彼が置いていったものでった。 ファルツは自分の観測機をロランに預け、ロランは後に小惑星を見事に発見した。この天文台があった家屋はニームのラゴー通りにあり、現在はネマウサの発見を記念するプラークが設置されている。フランス科学アカデミーは1858年に小惑星や水星の発見者ら5人と共にロランに対してネマウサ発見の功績を称えてラランド賞を授与した。 また、1876年に、アンリ兄弟の弟、プロスペールが、自身の発見した、小惑星に、ロランの名を冠して、ローランシアと命名した。ロランは1858年11月26日に、マルセイユ天文台の観測助手に任命されたが、1859年2月20日に、辞めた。辞職の理由を、ロランは、ファルツの天文台の運営がめちゃくちゃだった。 ためとしているが、ファルツの側ではロランに責任感がなく、指示に従わないと非難し、そのことを1863年5月14日、付けアントワン・ダバリへの書簡に記している。1859年2月の辞職に際してロランは、科学分析をはじめ、J ・アイカードへ J ・ローランの名前で、マルセイユの研究所の調査をし始めた。19世紀の資料で、ロランのプレノン、 個人名、ファーストネームについて記載しているものはなく、フランス語で一般に成人男性の継承として、用いられる略語の M を添えて、M、ローラン、ムッシュロランとだけ記されている。唯一例外的に、発見された小惑星を発見者の個人名のイニシャルと家族名と、共に一覧にする小惑星センターが、A、ローランと記したことがあるが、この A はアノニマスの略であり、 小惑星のプレイスホルダーの個人名が不詳である場合に用いられるものである。ところが、1858年9月5日の日付で、ロランからバンジャマン・ファルツに当てられた手紙の中で、ロランは自分の個人名を、ヨゼフ・ジーン、ピエール、ジョゼフイコール・ジャンイコール・ピエールと書いている。小惑星センターも現在では、JJP、ローランと小惑星及び発見者一覧に記している。 ドランは正式なプレノン全部を名乗らず、イニシャルのみを使う場合、J. ローランと名乗った。ネマウサを発見したことが書き記されており、ロラン自身の手で描かれたものであると知られている一連の、製図には、彼の名前が J. ローランと記されている。フランスの天文学者辞典の著者は、ヨゼフ・ローランと記載している。1857年には、ファルツが、製図、 カート・イーキナ・キシー・イルズの出版に着手し、ロランが図版を描くことになると報告されている。ファルツがネマウサの発見を、コンツレンディス・ヒーブ・ドミデレス・デス・セインジス・ゲール、アコダミで再音説に報告した書簡において、ファルツは、この発見をこれら製図、カート・イーキナ・キシー・イルズの最初の成功と記している。問題の製図は著者を、J ・ローランであるとしており、図書目録においても、 そのようになっている。マルセイユ天文内資料館にある手書きの製図の上部にある注意書きには、小惑星の発見について、次のように書かれている。ネメッサデク、イコールデイークベトニームパー J、ローラン、51ネマウサ、ニームにて J、ローランにより発見される。1858年1月22日、という意味である。は、写真付き訪問名詞。 ホトイコールカルトドビジトを開発した人物として知られるが、ディズデリの表伝の作者エリザベス・アン・マコーリー、エリザベス・アン・マコーリーによると、ディズデリは写真付き訪問名詞の作成方法をニームに滞在していた1853年に開発した。彼はそれをパリに持ち帰り、大成功に結びつけた。マコーリーが引用するディズデリの辞典によると、写真付き訪問名詞の作成方法は、 科学者で、ニーム保証局の検査官のムッシュロランの科学に関する助言があって、初めて可能になった胸の気がある。マコーリーは1855年のパスポート取得用の公文書に基づいて、ディズデリの言及したムッシュロランの名前を、ジョゼフ・ジャン・ピエール・ロラン、ジョセフ・ジーン・ピエール・ローランと特定している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。